What do you need? Oh my god, she didn't know how to say window. Trust me. めっちゃ飲んでるよ。りょうちゃん、クリエイティブだね。なんでエイジェンなのそれ。二ついっぺんに飲む。Alternative.完璧。答え教えてよ。どういうこと。やばいやつ。エリエールの気持ち。エリエール。じゃあちょっと次のパートいきますよ。Alright. 次はちょっと cultural differences。はい。はい。まあさっきのそのタブを開くとか、うん、もそうだし、はい、こう日本のバー体験とアメリカのバー体験ってだいぶこう違うところがあるので、言語が分かっててもあんまりコミュニケーション取れないみたいな状況になったりもするので、こういうことがあるかもしれないとか、はい、こういうシステムなんだなっていうのを把握していくだけでも、はい、コミュニケーション上プラスになると思います。日本とアメリカのバーってどう違うの You guys。 チップかな、まず。チップってりょうちゃん何パーセント？いや、大概、まあ、15から20ぐらいでしょう。おう。まあ、基本的にはでも、ね、ドリンク一つについて1ドル。バーは。あ、そうなんだ。うん、バーで。バーで。うん。ID チェックはされるよね。何歳になってもね。ああ、される。ね。うん。日本人、特に若く見えるからね。まじ、りょうちゃん、俺と並んだらもう、ね、完全にりょうちゃんの方が年下だもんね。いや、俺も最近老けてきてるぞ。これを英語で何て言うかちょっとテストしてみましょうか。あ、そうだね。はい。ウイスキーのストレートを注文するときって何て言う？僕、日本でもウイスキー飲まないんで知らなくていい。ウイスキーピュア。おお。Yes! Yes! かわいい。なるね。なんなん？ストレートは、じゃあジンは？ニート。Neat. Very good. Yeah, neat. なんていう、整理整頓されてるみたいな。Neat とも言えるし、straight up でも言える。Straight up. Straight up. Straight up. Whiskey straight up. Straight up ってなんかガチでみたいな意味でも使うよね。そうだね。本当にみたいな。俺はあいつのことなんか、あいつのことが本当に好きなんだ、ストレートアップみたいなこと。ね、違うみたいな。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。なんか言って、本当にって聞かれたときに、Yeah, man, straight up! みたいな。その通りだみたいな。こう、そういう感じで使う場合が多い。生ビールね。はい、生ビール。これはもう言っててもね。ドラフトビールでしょ。そうだね。それかもう一つ言い方あるよね。何？ Beer on tap。っていう言い方もある。タップってあの、うん、あーサーバーから、ね、そうそうそう。あ、そうなんや。ハイボール。ハイボールはなんかカタカナで書いてあってなんか英語っぽいイメージ日本ではあるかもしれないけど絶対伝わらない言葉で。あ、そうなん。へえ。ハイボール。伝わるもんやと思ってた。絶対言わないよね。もともとでもそのハイボールってどっかのブランドが宣伝としてハイボールっていうカクテルを作ったんだね、きっと。ポリス？だよね。それでハイボールってみんな言うようになったんだね。そうですよね。それが定着したって感じなんだね。ソニーのウォークマンとか、うん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 、あれや、ジョンソン・ジョンソンのバンドエイドみたいなこと。はい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 。そうそうそう。だからソニーのウォークマンとか、ジョンソン・ジョンソンのやつみたいな感じ。パクッとパクッとパクッと。パクッとパクッと。どうぞ。どうぞ。どうぞ。今のちょうだい。今のずるい。ずるいずるいずるい。ずるいなぁ。ちょうだいちょうだい。英語でもそういうケース結構あって、Xerox ってコピーって意味だったりとか。え、動詞になるってこと？そう、Can you Xerox this? コピー取ってっていうふうに使ったりとか、あと、ティッシュも、Kleenex っていうブランドがあって、Kleenex、うんうん、can you give me a Kleenex? Can I have a Kleenex? みたいな感じで。エリエールの気持ち。エリエール。ロック。もう俺これもうオンザロックぐらいしか思いつけへんな。カンペック。あ、いいのね。On the rocks. On the rocks. But on the rocks. In English. On the rocks. Yeah. On the rocks. With ice って言ってもいいしね。次いきますよ。飲みの席で知ってたら面白い表現とか、面白い、okay. フレーズ。じゃこれちょっとクイズでいきましょう。はい、酔っ払ったっていろんな言い方があって、度合いによって結構違うんだけど、うん、はい、ちょっとりょうちゃんいくつ知ってるかなっていうとこですね。でもちょっと飲み始め、ちょっとほろ酔いみたいなのってなんていう？ティプシー。おお、ティプシー知ってんだ。
うん、いいね。Okay. Tipsy。これジンが教えてくれた Tipsy。Okay. Drunk。Drunk。Okay。I'm so f***ed up。Oh, amazing. Good. 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 Yeah. Tipsy、ほろ酔い、drunk、酔っ払い、f***ed up、もうもうめちゃくちゃ。ベロベロ。Okay、ベロベロ。うん、はい、こんなのがあります。はい。めっちゃおるよ。そうなの。なんかいろんな表現ができるんだよね。Tipsy の前段階、ちょっと飲み始めで、うん、なんかこうちょっといい気分になってきたなぐらいな感じは、buzz、うんうん、buzz、buzz、buzz ってなんかこう蜂の飛ぶ音みたいな、ズーみたいな、なんかちょっとこう普段と変わってきたなぐらいの感覚だね。うん、で、Tipsy、drunk、これはよくできましたね。次、wasted、うん。これは聞いたことないかも。waste って無駄とかゴミとか、うん、だから俺も何の役にも立たない状態。うんうん、あ、飲みすぎて俺もう何もできないからっていう。I'm wasted とかで全然違う。Yeah, I'm wasted ってよく言う。で、f***ed up も一緒だね。wasted よりも、うん、もうめちゃくちゃだよ俺みたいな。そうだね。次、blackout drunk。blackout どういう意味だと思う？うん、気絶？おう、うん、記憶がないみたいな。気絶しそうな。何も覚えてないみたいな。あ、じゃあこれはもう飲んだ次の日ぐらいってこと？最後飲んだドリンクから起きた時までが覚えてなくて、それがブラックアウトな状態かもしれない。ハングオーバー、はい、これも二日酔いだよね。これも映画とかでも有名なのでね。二日酔いっていうフレーズは hangover で A でスペルするんだけど、うん、私は二日酔い中ですっていう時は hangover、 I'm hungover。 まだベロベロに二日酔い中ですっていう時は you、うん、I'm hungover。 そして最後、これは hair of the dog。 hair of the dog、これもフレーズとして知っとかないと絶対理解できないよね。これだからもうこれ一つで、この4つの言葉が一つになって何かになってるんですね。そう、もう定型文みたいな。Hair of the dog。まあ何、向かい酒みたいなイメージかな。二日酔いだけど、もうそれ飲んで直すみたいな、うん。あ、それそれそれ。ただただ酔っ払うっていう中にもこんないろんな表現がありますよってことね。うん、そうそう。だからこう自分の酔っ払い度合いを正確に伝えることができるっていう。うんうん、ね、これはちょっと覚えておいても面白いかもね。まあ酔っ払ったときここまで考えられへんやろうな。そうだね。OK、次のクエスチョン。水が欲しいときはなんて言う、うん、Can I get a water please? Alright、全然伝わりますね、うん。ただ、水の種類を指定するんですよ。タップウォーター、VS ボトルドウォーター。はい。で、あ、これはだからタップウォーターはコップに入ってるってこと？もう水道水みたいな。水道水。ああ、だからボトルドウォーターは日本でいうミネラルウォーター。そう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 。そう。でもさ、ね、ミネラルウォーターって言うでしょ。ミネラルウォーターも言う。ミネラルウォーター。ミネラル。うん、一回言ってみて。ミネラルウォーター。Good, very good. ミネラル。Very good. ちょっと今ちょっとドキッてしたなんか。OK、これこのフレーズの意味わかるかな。あ、これ面白いね。ビアーガーゴルス。ビアーガーゴルス。これはゴーグル？日本で言う。水泳ゴーグルみたいな。これはどういう意味でしょう？じゃあ、2ついっぺんに飲む。おー。面白い。面白い。面白い。いや、答え教えて。面白いよりも俺の答え。ビアゴーグルって、酔っ払うと、うん、女性が可愛く見える現象のことを言う。うんうんうん、いやでも女性はみんな可愛いと思うで俺は、はいはい、お前そこでイメージアップしなくていいからいやいやいや俺は思ってる先週ビッグティッツって言ってたよ、ね、ビッグティッツビッグティッツって言ってたくせにビアーゴーグルビアーゴーグルへえリキッドカーレージ何これそう単語は分かる分からへんリキッドはそのリキッドその液体でしょYeah. Good. Yeah. 発音は？リキッドの発音ちょっと、うん、じゃあジンやってみてよ。Liquid. Nice. Good. So, リキッドじゃなくて liquid. Liquid っていうこの U の、あの QU をちゃんと発音する。イカと一緒だね。Squid. Oh, yes, yes, yes. Liquid. そうね。Liquid courage. So, liquid. あ、そこまで言うのね。Liquid courage. Liquid courage. Yes. はい。Liquid まあ、直訳したら液体の勇気。だよね。なんか素敵やん。どういうこと？飲むとこう気が大きくなるとか、自信が持てるとか、うん、こう、うん、ナンパする前にショット頼んで、liquid courage みたいな。こう。うん、yeah, liquid courage is a good one.、はい、The next one is Asian glow. Asian glow. Asian glow.、Yes. 同じ意味なんや、このAsian flash。うん、同じ意味。
言い方が2つある。なんだろう。もう現在進行形だよ、これは。少し、あ、一口ゲロ。なんでエイジアンなの、それ。いや、なんか、こいつ、エイジアンぐらいの量しか出ねえな、みたいな。わからんけど。体もちっちゃいやんか、だって。だね。飲むと顔が赤くなる現象。うんうんうん、をエージェングローとかエージェンフラッシュっていう場合が多い。その白人系ってそんなにあの顔が赤くなるみたいなことなかったりとか、結構アジア人に多く見られる、うん、現象なので、うんうん、エージェンっていうのが頭について、うん、でグローっていうのはこう色が変わる、光るっていう意味だったりとか、フラッシュって血色がいいとかっていう場合、うん、あのに使われることもあって、ちょっと赤くなってくるのでフラッシュっていう風なフレーズ。エージェンになるよね。俺なるよ。なるなる。今日すげえ。今日飲んでないの？めっちゃ飲んでるよ。今段階的に、あの段階的にね、今ね、うん、結構、うん、あれかな、あそこにはないけど、うん、significantly drunk。drunk の後ぐらいかな。俺がスタッフさんがさっき寝そうでしたって出てるけど。そうそう。大丈夫だ、ジン。ジン、お前、ゆっくり。wasted の前ぐらい。マジで、ね、ジンは何て言った significantly。significantly drunk。 言わないわ、俺もうそれ。もうクダップでいいや。significantly drunk。 まあ、またジンがちょっとカッコつけて今言ったんだけどね。いやいや、気にしなくていいよ、でも。そう。じゃあ次、このオンザハウス、わかりますか、皆さん。お前だよ。正解。オンザハウス。オンザハウス。どういう意味？これだからお酒飲んでる状況でなるってことやね。あ、だからオンザハウスってことはそれぐらいもうリラックスしてるよて。おお、家にいるみたいにってこと？うん。みんなすげえ心地いいよみたいな。うん。りょうちゃんクリエイティブだね。うん。分からへん。全然違います。It's wrong。 だって今ジュリアンが一瞬なんかクリエイティブだねって言ってたから合ってんのか頭。ただやでってことだ。ただやでって。ただ、うん、お店がおごってくれるサービスですってこと。そんなことがあるの？そう。だから、こう、ドリンク出されて、Yo, this is on the house って、うん、これ、お金払わなくていいよっていう。ああ、じゃあ、店からあげるから飲んで、楽しく飲んでってよみたいな。Yes, yes, yes。これ聞いたらラッキーワードです。あ、そっか。そうだね。Thank you! っつって、ガボー飲んだらいいの？そう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 。そうそうそう。じゃあ、りょうちゃん、今、どんぐらい酔っ払ったか。カメラに向かって言ってこのレッスンをやろう。それじゃ終われねえ。どういうこと？ジェン、ジェン、この締めるのはもうお前の仕事にしよう。だってジン、ちょっとだってお前はだってもう復習ばっかりやろ今。オッケー。俺が締めればいいね。Yes, please。そのメイクインとすんなよ。よくやるやつ、よくやる。やめて。早く閉めてんじゃん。次も見てね。次楽しいよ。次ゲームだよ。You feel straight from the center, send a major deal. Spend half a mil with the way you chill. Yeah. Alternative. I'm not sure. Can I have some water, please? How do you turn this on? Take it easy, man. Chill. Can you tell me how to get to Osaka? 俺これ知ってるもん。いやいや、そのお前が大阪までの行き方を知ってるかどうかじゃないんだよ。宿題ではこのフレーズを覚えてきてほしいです。アルタナティブ。